さあ、んす、また今日も早速ダイスコロコロしていこうと思うんですが、今日は善悪のダイス、これをピックアップして勝ち込んでいこうと思います。さあ、向こうは三元末買ってくる。オシリスの天空竜、これ初めてっすね。初顔合わせ、どういう風に立ち回ってくるのか楽しみだ。じゃあまずは疾風のゲイル、これ重ね書きしようか。すくすく育て上げて、でこれはちょっと視野広めでいきましょうか。離して、さあ向こう早速来たね。スザクは体力失うと進化の迷い状態になって、それで3秒間生き残ると大爆発が起こるんですが、どうだ、うわー間に合わなかった。こういう風になんだね。だから爆発する前に早めに海王神様のところに届ける必要がある。爆弾処理班が必要。光回線つなげて、さあ来た。今日の主人公、奇数の目の時は火力特化で、偶数の目の時は防御力特化になります。で今火力特化なんですが、その分ペライチであると、体力はめちゃくちゃ減ります。自身の体力のゲージも減ります。よし、なんとか間に合った。いいところに隕石落ちたね。あらす、運ゲーです。シンプル運ゲーで、今2の目なんで防御力特化、まあその分火力は下がるんだけどね。あ、でもさ、これさ、爆破の範囲外から攻撃した方がいいよね。そうや、スザクの周りにダイス置くのしんどいな。で、しかもなんか向こう手札良くない？もうレベル5に来てんだけど。マジか。だから言うなれば、だから手札がモンマリーの場合、オシリスの天空竜って確か攻撃力上がるんだよね。だから今攻撃力5000です、向こう。手札5枚あるんで。で、これは、下からのプラン、アプローチ。で、回線速度上げて、わあ、これどうしよっかな。レベル2にして、あ、でもこれ良くないかな。あ、もうレベルマじゃん。早っ。これ4ターン目とかだよね。4ターン目でもうレベルマックス。なんか向こう手札、おい、なんかやってるだろ、お前。バンデットキースか、さては。さてはバンデットキースだろ、お前。なんかずるいな。うん、単純に仮装してなかったわ。いや、でもやっぱりあれだわ。爆破外から戦っていかなきゃいけないんだが、もうしょうがないよな。こっちはもうシュワちゃんにするしかない。脳筋対決。向こうがそう来るんならもうこっちは脳筋でなんとか制するしかない。あ、左側からアプローチしてきた。あー、これちょっとしんどいな。これ多分勝てないよね。うん、しょうがない。一気に処された。左上のバーサーカーなんとかしない。土幻化せんといかん。そうだな、これは。宮崎復興。で、これで3の目、4の目にして、これでどれだけ維持できるか。なんかすごいクリティカルない。何これ。あ、そっかそっか、月のダイスか。15% 上がってんだもんな。そっかそっかそっか。うわ、これ恐ろしいな。まあでもなんとかなったわ。でも隕石チャンスで頑張るしかないわ。で、あとバーサーカーにらみ合い。で、シュワちゃんをもっとビルドアップ。全盛期のあの若い子に。もう全盛期に戻します。市長のシュワちゃんじゃない。あのプレデターの時のシュワちゃん。なんとかしろ。唯一渡り合えたんだから、プレデターに。なんとかしろ、爆弾処理班！爆弾処理班！めっちゃいい試合してる。だ、スザクさえ処理できればって感じだね。もう意地のぶつかり合いですよ、これ。もうこうなった以上は。で、これで2の目にして、バーサーカーの挑発。バーサーカーこっち来い。そうだ。悪い顔してるだろ、向こう。そいつを攻撃するんだ。攻撃をする。早めに処理をするんだよ、せいや。ああ、無理だった。恐ろしい世界です。まあでも、こうなってくると、レベル5のバーサーカー手に負えないんで、うん、シュワちゃん2人目。そっちがその気ならやってやるぜ。早めに処理をしてくれ。左ね、勝てばなんとかなる可能性あるんで、よしよしよし、真ん中もいった。めっちゃいい、めっちゃいい試合。めっちゃ面白い。じゃあちょっと続けてもう一戦やっていこうか。で、デッキ内容を少し変えました。疾風のゲイルからテレポートダイスにチェンジしてみたんだけど、まあ、さっき俺がうまくね、ちょっと風に乗れなかったんだよね。まあ、立ち位置的な問題もあるんだけど、スザクの真ん前に置いちゃったから。そういうのもあるんだけど、でもうまくな、乗れた。逆風だったよね。強風が逆風で追い風にはならなかった。俺は陣にはなれない。
さあ来た。なんか似てない？なんかすごい似てる。深川亮とスネオフェアバリに似てるわ。森山直太朗と千原ジュニアバリに似てる。じゃあまずは辻褄合わせの隕石のダイスを配置しつつ、これはテレポ一択っすね。あーでも隕石でもよかったかな。まあいいや。でニューロン光つなげて、さあまずは向こうは、あーなるほど、これ縦のダイスを置いて挑発してる間に火力特化型の、なるほど、ライジングフォームの善悪ゼブラーマンで蹴りをつける。なるほどね、面白いね。真似したくなるデッキ構築です。こうなってきたらでももう高山対ドンフライだよね。うん、シュワちゃんのサポート、メイドさん必要ですね。シュワちゃんが不倫するためにはメイドさんが必要です。年上のおばあちゃんみたいなあれ時間使ってる。これあれかな、サイの目奇数にのままにしようか偶数にしようかとか、そういうことかな。それで考えてんのかな。偶数にしてきた。ディフェンスフォームですね。フルアーマーゼブラーマンで、これ左下のテレポちょっとどうしようもできないな。うん、これは防戦一方だ。まあでも数的な問題で、よし、いただきました。でレベル2にして、真ん中の善悪のダイス、あれのイニシアチブを取っていく。で真ん中置こうか。あの盾も鬱陶しいからね。レベル3、火力特化。左下にも置いたんか。いや、こっちも早く善悪のダイス置きたいな、ゼブラマン。なんかいろいろ手札の問題、あー、これ負けたか。まあ、これ負けて、手札の問題、さあ、ここで置こうか。とりあえず。まあ、直接つなげる感じにしようか。で、レベル上げて、で、こっちもデコイ作って、うわ、向こう1000年の盾3つあります。3000年です。3000年の盾です。あ、でも早めに倒せた分だけやっぱこっちの方が有利、分があるね。まあでも早めに倒せたから、よし、オールオーケー。全然大丈夫。左上の盾がちょっと鬱陶しいな。これちょっとアタッカーに切り替えて、で左上も処理したい。よし、ちょっといろんなところにシュワちゃん派遣しないといけないな。現状あっという間に殺された。うちのゼブラマン会えなく退場。あっという間にうちのゼブラマン早退しました。うん、これはしょうがない。これはやっぱデコイ切り替えていくしかないな。早めにレベル4にして、でこれはこれ隕石でギャンブルやって、ギャンブルランブル作戦いこうか。もうこうなった以上はあー目光らせてるね。2人目来ましたよ、善悪の門番。とにかくデコイ作って、その間に気合でなんとかぶっ殺すみたいな感じか。うん、めっちゃいい試合してる。いや、これいろんなとこ見なきゃいけないからしんどいな。向こうが、うまい、プレイングが。で、これもレベル2にして、デコイをちょっと作ろう。やっぱテレポーター数レベル上げてるもんね。少しでも時間潰ししたいんで、暇潰しを。いや、隕石がいいとこ落ちた、本当に。早めに処理して。オッケー。やっぱあれだ、真ん中の、ゼブラーマン向こうの。あれを早めに倒すこと。そして周りの挑発してくる、いやらしい子たちをちょっと早めに処理できればどうかっていうところだね。うん、そこがすごい大事ですね。じゃあ、テレポート、これ、隕石置いて、で、レベル2にしようか。レベル2になると。あー、縦レベル上げてきた。そういう面持ちで来る。レベル3だから火力とかだもんね。うん。なんか気づけば圧勝じゃないか、我が軍は。どういうことだ？ありがとうございました。勝つ年です。まあ、相手プレイング上手かったんだけど、俺の方が1枚上手か。よっしゃ、もう1戦やって、ちょっと今日終わりにしようと思います。これで勝って10級いきたいな。
あ、10球。ゲスト2期。めちゃくちゃ金かかってそう。向こうのデッキ。すごくねえか？オシリスとオベリスクいるじゃん。レジェンダリーダイスが3つもある。ってなってくると、オベリスクを向こうがどこに配置するかすごい重要っすね。端っこに置くかな。で、ちょっと右端容疑者で、どうだろう、うまくいくかな、これ。善悪。まあ、真ん中に、とりあえず置いてみようかな。これ適当、適当です。まずはオシリス来た。スナイパーか、スナイパーシールド。まあ、今自分やんちゃなんで、うん、若い頃ちょっとやんちゃしちゃってました。うん、すいません。よし、よし。ということで、じゃあ丸くなりましょうか。レベル2。で、一世一代。で、テレポレベル2にして、まあ、隕石チャンスもしつつ、スナイパーを調子こかせちゃいけないんで、あ、でも上にも置いたか。自爆ダイスレベル2か。スザクでしかも自爆ダイスって。爆弾犯じゃん、こいつ。何考えとるんだ。構成の余地ないな、こいつ。構成する暇を与えたくない、こんなやつには。とりあえず加速装置クロックアップ。で、上のスナイパーも、ちょっとこれ幅利かせちゃいけないんで。来た！ビャッコオベリスク来ましたよ。レジェンダリーに包まれてます。うちのゼブラマン。まあ、花見離さずっていう感じで、なかなかえぐいっすね。自爆ダイス。自爆ダイス、これなかなかきついっすね。際どいっすね。で、これ歯に気に着せぬ感じの、できればね、白虎にアタッカーをね、来た！シュワちゃんぶつけたいなって思ったんですよ。レベル4か、オベリスク。うわー、痛いな、これ。マジか、そう来るか。そういう感じになっちゃうか。ただ、レベル3のテレポが、幅利か、よし、来た！で、爆破しても全然いいっすよ。全然いいっす。あ、待って、ちょっと下の爆破いただけないな。スザクはいくら爆破してもいいけどさ。そう来るか。いや、これね、うちがシュワちゃん舞台なんで、エクスペンダルブルズなんで、自爆ダイス、敵の自爆ダイスが刺さってますね。これはなかなか辛い。で、爆破食らって、でも射程が広いんで、これもんです。なんか向こうのプランニングがちょっとなんだろう。なんか、ふわふわしてるというか。そんな言い方もないかな。言い方悪いけどさ。意外とふわふわしてるからなんか勝てるぞ、これ。いけるな、これ。で、とりあえず、レベル3で。お、シールド付与か。まあ、白虎さえ暴れさせなければ、あとスナイパーね。その辺目配らせておけば、なんとかなるかな。どうぞ爆発してください。あなたの自由です。爆発するもしないも。どうぞ。そしてどうぞ。お眠りください。はい、どうぞ。これもんです。はい、どうぞ。カンマサルじゃん。気づけば。向こうだって、もう、あとラーの抑止流だけだったもんな。